今からこの国際通りのれん街に行ってみます。とっても賑やかな、のれん街についに突入してみます。2月から気になってました。ドドーン、ラーメン横丁もあるようです。牛タン屋さんがある。いろんなお店が入ってます。でもちょっとガラガラですね。以上、小籠包でした。